どうも、ワトです。2023年3月も下旬に入り、いよいよ春休み本番。ほぼ全ての学生の皆さんが休みの期間に入るため、東京ディズニーランドやシーは混雑必至です。開園待ち列が伸びたり、アトラクションの待ち時間も伸び、パークの通路が歩きにくかったりと、混雑する中でも動きづらい状況になりやすい環境になってしまいます。そんな中でも最新の状況を把握しつつ、効率よく遊ぶために知っておいてほしい情報を皆さんにシェアしていくので、気になる方はぜひ最後までご覧ください。なお、このチャンネルでは今後のパークについてやディズニーを感じられるような動画を発信してますので、チャンネル登録をしてこれからも見ていただけると嬉しいです。では行きましょう。この動画でお話しする内容はこちら。最新開園時間と開園待ちについて、手荷物を預ける場所について、初回自由席ショーの案内終了時間、現在の通路混雑を比較、いつものように動画をトピックごとに分けてますので、よかったらご活用ください。またアトラクションについてはデータをまとめ始めたら結構な尺になりそうだったので、この次の動画で詳しく見ていくので、そちらも合わせてご覧いただけたらと思います。今回の動画では扱いませんので、あらかじめご了承ください。では1つ目、最新開園時間と開園待ちについて。東京ディズニーランド C の開園時間はこのチャンネルで再三お伝えしているので、もう大丈夫かなとは思いますが、公式サイトには9時と記載がありますが、実際は8時からディズニーホテル宿泊特典ハッピーエントリー利用者の入園が始まり、8時15分から一般ゲストの入園が開始されます。またその時点から利用できるアトラクションやショップなどが数箇所ありますが、時期によって変化があるため、詳しくは当日キャストさんに聞いていただけたらと思います。そしてよく何時頃から開園待ちすべきかという質問をいただくのですが、これは正直遊びに行く皆さんの目的によって変わってきます。アトラクションがメインなのか、ショーやパレードなのか、それとも雰囲気を楽しむこと重視なのかによって変わってくるのですが、全体的に言えることは、今の時期は本当に学生が多いです。みんながみんなそうではないですが、東京ディズニーリゾートのある舞浜駅で待ち合わせをしている方たちが多いので、駅前の混雑がひどくなればなるほど開園待ちの人も比例して増えていく印象です。そうなった時に、パークエントランス前、舞浜駅前が混雑し始めるボーダーラインは午前7時です。その前か後かでだいぶ状況が変わってくるように思います。もちろん毎日必ずその時間とは言いませんが、目安になる時間ではあると思います。7時よりも早くエントランスにつけるのと、そうでないのとでは開園待ちの順番が大きく変わるので、なるべく前の方で待って効率よく遊びたい場合は、これを目安にして動いていただければと思います。では2つ目、手荷物を預ける場所について。泊まりがけで遊びに来る方も多いこの季節、まずはこちらの映像をご覧ください。これはとある日の東京ディズニーランド前にあるコインロッカー前です。ロッカーが全て埋まっているため、仮で隣の部屋を開放して料金を取って荷物を預かるということを最近はしています。そのレベルで今は宿泊の方や大きな荷物でいらっしゃる方が多い状態です。荷物預けたいけど場所がよくわからないという方、公式サイトにエントランス付近のコインロッカーの位置がしっかりと載っています。そしてその中でもこの辺りは混雑しやすいです。ですので、それ以外のこの辺りだったり、舞浜駅の1階にあるコインロッカーも結構量があるので、そちらを使うのもおすすめです。また、スーツケースなどはパークに持ち込みできないので、外のを使うしかありませんが、リュックだったりは持ち込みができるので、パークに入ってからエントランスの両サイドにあるコインロッカーに預けるのも良い手段ですので、参考にしてみてください。では3つ目、初回自由席ショーの案内終了時間。続いては初回のみ自由席で鑑賞できて、そこから先は抽選に当たらないと見られないショーについて。ランドはフォレストシアター、クラブマウスビート、ジャンボリミッキーの3カ所、 C はビッグバンドビート、ジャンボリミッキーの2カ所が初回自由席で見られるショーです。初回自由席ですので並べば見られますが、定員に達したらそこで案内終了となります。ではショーが始まるいつ頃前までに並べば見られるのかをチェックしていきます。まずはランドからフォレストシアターですが、直近10日間で列がショー開始前に切られたのは計8回。12時15分からショー開始に対して最速で11時10分頃に案内終了という日がありました。開始ギリギリまで案内していた日もありましたが、
早ければ早いだけ良い席で見られるというのもあるので、開始の1時間くらい前から並ぶを意識していれば大丈夫じゃないかなと思います。次はクラブマウスビートで、直近10日間で列がショー開始前に切られたのは計3回、いずれも土日。12時35分からショー開始に対して、最速で日曜日に11時10分頃に案内終了という日がありました。開始ギリギリまで案内していた日もこちらもありましたが、並ぶのが早ければ早い方が良いのは同じですので、開始の1時間くらい前から並ぶを意識していれば安牌で、フラッと見に行って案内してそうなら見るもありかもですね。次はランドのジャンボリミッキーで、直近10日間で列がショー開始前に切られたのは1回。11時40分からショー開始に対して、最速で日曜日に10時頃に案内終了という日がありました。開始ギリギリまで案内していた日がほとんどでしたが、家族連れが多い日は要注意なのかなという印象。これからは小中学生が春休みで家族連れが増えると思うので、この日曜のような日が増えるかもしれません。開始1時間くらい前が安牌ですが、こちらもフラッと見に行って案内してそうなら見るもありですね。次は C のビッグバンドビートからですが、直近10日間で列がショー開始前に切られたのは1回。12時15分からショー開始に対して、最速で土曜日に12時5分頃に案内終了という日がありました。ラインカットされてもこちらはだいぶギリギリでしたので、時間を見てある程度間に合うように向かえば、場所を選ばなければこちらのショーは鑑賞できるのかなと思います。では最後 C のジャンボリミッキーですが、直近10日間で列がショー開始前に切られたのは0回ですので、こちらこそ時間を見てある程度間に合うように向かえば、場所を選ばなければ普通にズンズンしながら鑑賞できるのかなと思います。4つ目、現在の通路混雑を比較。では最後にパークの通路混雑を比較していこうと思うのですが、比較するのは東京ディズニーランドでちょうど半年前の9月の映像と最近の映像を比較して、どれくらい差があるのか見ていきましょう。まずは半年前、2022年9月のお昼過ぎの平日、パークを半周ほどしてみましょう。続いて2023年3月中旬のお昼過ぎの平日です。同じようにぐるっと回ってみます。
どうでしょう。平日とはいえ、学生がやはり休みに入っている影響と、半年前に比べたら規制もだいぶ緩和されたこともあり、パッと見でも列の伸び方や人の密集具合が違いますね。3月下旬から4月頭くらいまではこの混雑は継続されそうですので、ご注意ください。ということで、今回は春休み本番のディズニーで効率よく遊ぶために知っておいてほしい情報をシェアしてきましたが、いかがでしたか？先ほどお伝えしましたが、この次にアップされる解説動画でアトラクションの待ち時間や攻略法についても詳しく見ていくので、ぜひチェックしてください。また私がパークに行った時の雰囲気だったり写真はインスタグラムの方でアップしておりますし、速攻レベルの最新情報についてはツイッターを主に使っていて、最近 TikTok も動かしてますので、 YouTube に加えてそれらの SNS の方もこれからチェックしていただけると嬉しいです。最後になりますが、パークに行く予定の方は手洗い消毒、新たなマスク関連のルール、待ち列、Qラインなどでのソーシャルディスタンスの確保もご自身のため、そして皆さんのためにも行ってください。よろしくお願いします。この動画が少しでも参考になりそうだと思っていただけたら、グッドボタンやチャンネル登録、下の方からぜひお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。